めます小野恵里奈です。はい、同じく司会を務めます大久保総一郎です。よろしくお願いします。ただいまより1号東北学院大学泉キャンパス祭を開催いたします。はい、皆さんこんにちは。学生部長の石塚です。いよいよ大学祭が始まります。今年のテーマは彩りということだそうで、まあ普段私はそんなに、カラフルな生活をしているわけではないので、だいたいモノトーンの単調な生活をしてますのでということだそうですので、今日は皆さんぜひそういう雰囲気を味わって、地域の皆さん、それからさらに、在学生とか皆さんこんにちは。東北学院大学第74代学生会、常任委員長を務めております浜野大輔と申します。まあ、本日はちょっとあいにくの空模様でちょっと残念なんですけれども、この大学祭は1年生の皆さんにとっては4月から、2年生以上の皆さんにとっては1年間の活動の集大成であると思います。そこで私から来場者並びに参加団体の皆さんに一つお願いがあります。そのお願いというのは、この雨雲を吹き飛ばすほど大学祭盛り上がって、そして楽しんでいっていただきたいというお願いです。短くはありますが、以上私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。Oh!
がとうございます。今年の大学祭のメインテーマは色合いです。すいません、ちょっと今スモークでちょっと今見えないんですけれども、はい、皆さん見えたでしょうか。はい、こちらですね、今年のメインテーマは彩りというふうになっております。ではこちらのですねメインテーマに込められた意味をですね委員長に説明していただきたいと思います。彩りには面白みや風情を付け加えることという意味があります。今年度の大学祭も皆様の日常に彩りを付け加えられるような華やかな大学祭にしたいという私たちの思いが込められております。はい、さあ皆さん準備はいいですか。いきますよ、せーの、3、2、1。はい、すいません。あ、めっちゃ髪やつやん、なんか。アクション。豚串買うから、買って。豚串買うから。おい、怖いよ、怖い。東北学院のあれです。すいません、待って待って、ありがとうございます。お願いします。はい、いいですよ。ありがとうございます。その人口が減ってきている高齢社会の中で、我々はじゃあ高齢者って困っていることないのかな、普段いつも買い物って行けてるのかな、うん、そういうところから自分たちはヒアリングをして、飲みながら季節の花をパソコンで作って色塗って絵を作ったりしますけどね。学生なら小学生とか勉強私たちは紙芝居クラブと言います。はい、お待たせしました。イエーイ。
今日はこれからヘンゼルとグレーテルという話を見たいと思うんですが、この名前知ってる人いますか？昔ある森に貧しいキコリがいました。かわいい子供たちと一緒に暮らしていました。ところがこの話を子供たちが聞いてしまったのです。大変、お兄ちゃんどうしよう。大丈夫、いい考えがあるよ。大丈夫、はい、これはちょっと自然乾燥ってどれぐらい？自然乾燥これぐらいなんだろう。1日ぐらい乾かしたから乾かしない。待って。あ、下で。